どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、大阪滞在今日2日目でございまして、今ヨドバシカメラ梅田のリンクスという建物のね8階に来ております。昔からこのチャンネルを見ている方、大変お待たせしました、ステーキたけるさんに今から行きます。まあ、今までこのチャンネルでステーキたけるさんたくさん紹介しましてですね、で残念ながら昨年で東京の店舗2店舗お店閉まってしまいまして、で元々本拠地が大阪なの で今大阪ではもう大絶賛営業中ということで、結構ね店舗もまたね増えてるみたいです。ステーキたけるの新しい店舗がどんな感じなのかをね、まあ、久々に食べたいのもあるんですが、ちょっとね体験してみようかなと。ちなみに今迷い中でございます。店がね結構たくさんあるのと、ちょっと初めて来たんで場所が分かんなくて、現在地ここで、あ、ここだ、ありましたありました。わ、すごいな、カジュアルな感じになってる。東京で行ってた店舗とは全く雰囲気違うし、外に椅子があるから昼とか並ぶんだろうね。ちょっと待った、ステーキたけるで食品サンプルがある。これ東京にはねなかったんだよね。でこのメニュー知らないぞ、牛まぶし重だって。ですごいことが起きてまして、自分が最後の晩餐で食べたかった牛すじブラックカレーっていうのがあるんですけど、なんとここの店舗食べ放題なんですよ。これやりすぎでしょ。店内ものすごく広くてですね、まあ、カウンター席もたくさんあるんですけど、テレビモニターありますよ。であとこっちにもあるし、あっちにもあるんですよ、ずらっと。すごいな、違うお店に来たみたいな感じ。あとねテーブル席の方が多いんですよね。東京の店舗結構狭かったんで、ほとんどカウンターばっかりだったんですけど、注文がタッチパネルなんですよ。まあタッチパネルで注文なんて、まあ飲食店でね今別にたくさんあるんですけど、ステーキたけるの東京は食券機と、あと上の店は口頭でしか注文できなかったんですよ。だからちょっとねもうこれだけでもね自分感動してます。であっちに電子ジャーとかカレー、自分たちで継ぐセルフの場所があって、そこであのブラックカレーが食べ放題なんですよ。サラダだけが食べ放題になってないみたいなんで、ご飯とスープとカレーが食べ放題で、さっき店員さんに聞いたら大阪の店舗全部じゃなくて、ここのリンクス店だけカレーが食べ放題らしいです。でここがあのセルフコーナーなんですけど、まずライスでしょ、カレーです。ほらタケルブラックカレーおかわり自由やばいよこれは。で中身に関しては牛すじは入ってないそうなんですね。なんだけど味は一緒だそうです。でコンソメスープもセルフで継ぎ放題飲み放題で、さらにですよ黒ウーロン茶おかわり自由なんですよ。これやりすぎでしょ。で基本タッチパネルなんですけど、一応ねこのラミのメニュー表もあって、これすごいお得ですね。週末ポンド祭っていうので1ポンドステーキが500円引きで食べられるという、シェアは禁止でお一人様ワンオーダー制となるということで、これもねかなりお得でね、これもね結構お得っすね。平日限定ランチメニューをミックスグリル的なやつもあります。これはね東京の店舗なかったんですよね。これめちゃくちゃ安いっすよね。大体だってこれ1000円ですよ。1000円 でしかもランチタイムは無料でご飯、スープ、カレー、サラダがついてて、でサラダ以外は食べ放題になってるんでね、だからもう1000円握りしめれば腹パンでお肉堪能できますよこれ。これタッチパネルもね感度めちゃくちゃいいんですよ。画質も綺麗。では平日限定の A ランチ行っちゃいましょう。でお肉の焼き加減選べます。ミディアムレアで。ソーセージこれチョリソーかウインナー選べる。あ、ウインナーでしょうか。更新する OK です。こちらスープです。はい、こちらがサラダです。はい、いただきます。コンソメスープ久々ですけどいただきます。あ、懐かしい味だなこれ。ただいまって感じだね。味変わってないですね。この香りもいいしね、コク深い味わいと最高ですね。そしてステーキたけるといえば卓上の戦士たち、調味料健在です。たけるスパイスにニンニクマジオ、たけるのタレ、あとサラダドレッシング、ポン酢に醤油、フライドガーリックにタバスコ。前あったあれがないかな、あのコンソメキックっていうあのスパイスがあったんだけど、あれがなくなってますね。であとここの店舗ね8階なんで景色もね結構いいですね。
いやもうこの旨味ドレッシング振るのもね、懐かしさを感じますね。でサラダはおかわり自由じゃないんで、まあ貴重ですねこれはね。またまたこれ箸が割り箸だね。まあ安心安全って感じですかね。おお、うん、ああ来たー、すごい。ハラミサービスですか。ありがとうございます。お店の方が、あの、ご厚意で、ハラミを少しね、なんかつけてくれました。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しいな。覚えてくれてましたね。ちょっとこっからね、忙しくなるな。取り皿を、準備しないと。俺としたことが、久々のタケルだから。じゃあまずは、チャックアイステーキからいっちゃいましょうか。ステーキタケルはね、最初から切れてるんで、箸で食べられるステーキ屋さんですからね。このバターをぬりぬりして、あー、いいね。それでは、まずはそのままでいただきます。いや、うまいな。これは無条件で米だよね。おー、いや、チャックアイステーキ東京にもあったんだけど販売しなくなってしまったんだったかな確か。それがここではね、グランドメニューで楽しめるという、まあ、チャックアイはね、赤身寄りな部位なんですけども、結構淡白な感じの部位なんですけども、柔らかいし肉汁詰まってて香ばしさもいいね。でこれを載せまして、これがまたね、ステーキとの相性がいいんだよね。この玉ねぎのさ、わかる、すりおろし感。おお、これですよこれ。お、で次はハラミいっちゃおうかな。サービスでいただいちゃいました、ありがとうございます。ニンニク魔女でいこうかな。おお、ハラミ柔らかすぎでしょ。あとニンニク魔女が、米が進むんだよね。おお、タケルのハラミはやっぱうまいね。久々だからもう舌がすごい喜んじゃって、もうご飯おかわり自由だから遠慮なくいけるねこれね。結構これ長いな。ソーセージ、これ香りがね、結構スモーキーな感じなんですかね。お、うんうん、もやしとね合わせて、うん、そしてなんとエビフライもついてます。贅沢です。これタルタルもいいね。ステーキ屋さんで食べるエビフライのタルタルたっぷりはうまいね。うん、あとポテトね。はいはい、ご飯を返していきます。瞬殺だこれ。いやー、ご飯もたっぷりですよ。たっぷりセリフで全然いいよ。もうどんどん次に行くよ。でご飯2品目はタケルのタレいっちゃおうかなこれ。とうとうこの出番がやってきました。もうこれタケルのタレ入っちゃったらもう完全にね、左手は持っとかないといけないんで、でね、ちょっとご挨拶してバウンドして、あーうまい。あー、ちょっと行儀は悪いですけどすいません、米の上にも追いタレ、これでいきたい。いやマジでうめえな。大阪の人は羨ましいな。このリンクス店は特にいいよね。まあ、ランチタイムがめっちゃお得だけど、あのセルフサービスの内容が充実しすぎてるわ。うん、ハラミにタケルのタレ。途中に挟むサラダ。うん、サラダも瞬殺です。そしてブラックカレーカップに入れてきました。ご飯にかけちゃってもよかったんだけど、ちょっと最初これで牛すじはね入ってないんだけど、ルーだけですけど味はブラックカレーのまんまだと。いや久々だよこのカレー。あーうめえなー。いやあの牛すじは入ってないんだけど、ほんと味一緒ですね。口当たりが甘めでフルーティーな感じがあって、後からピリピリピリってね、舌をね、辛さが襲ってくるという。
うまいね。これ食べ放題はダメでしょ。これはすごいね。止まりませんよこれ。で、お肉残してるからハラミをブラックカレーのルーにディップして食べるっていうのが反則なんだけど、これで。うん。わ、これはうますぎだ。瞬殺です。これ、ちょまたおかわりしてくるわ。ダメ、もう止まんないわ。そしてご飯4皿目でございます。もう止まらないね。カレータイムはエンドレスだねこれ。でもこれ無料ですよ。カレーランチタイムに。もうカレーがうますぎる。もうカレー持っといてソーセージ。うん。で、これは、ね。完食です。いやー、これは大満足で1200円でしょ。もうこれはぜひね、ランチタイムに来てご飯、スープ、ブラックカレー食べ放題で、しかもランチタイムがね17時までやってるというね、夕方じゃねえかっていう話なんですけど、ぜひステーキタケルのリンクス店食べに来てみてはいかがでしょうか。ハラミをサービスいただいたんですけど、ありがとうございます。はい、1200円、はい、すいません。ランチはすごいですね。これで食べれちゃうんですもんね。あの東京の時にいた松原さんっていう方いたんですよ。あのマネージャーさんだった。あのその方によろしくお伝えください。はい、はい、ありがとうございます。